は？慌てない慌てない、勇者メイ一行は全員揃ってから出発するんだよ。最後の一人がもうすぐ。あ、来た来た、漂白者のお兄ちゃん、やっとあんこに会いに来てくれたんだね。心配でメイたちを出動させるところだったよ。あんこと一緒に遊んで、あとあんこの物語も聞いて。この前今週に来た時は一緒に遊べなかったんだもん。でも今のあんこは休暇中、いっぱい遊べるよ。宿題？そんなのあんこ知らないよ。あんこ、アールトも誘ったんだ。せっかくの休みなんだから今週で友達と遊ぼうって。なのにアールト、椅子でグデーってなりながら。大人は忙しい、特に今は仕事が溜まってるんだ。悪いが、あんこと出かける暇はない。だってさ、はあ、大人って大変だよね。物語を聞く時間も語る時間もないんだもん。しょうがないから、あんこは物語とアールトの財布を片手にブラックショアからやってきたのだった。そうだ、漂白者はもう立派な有名人だけど、みんなにも一応紹介するね。皆の衆ご覧あれ、満を持して登場したこの漂白者こそ今週を救った大英雄なのだ。噂の大英雄？あんこちゃんが言ってたすごい残像をちゃちゃっとやっつけたっていう人だよね。すごーい。ねえねえ、大英雄さんも物語を聞くの？あんこの物語本当に面白いんだよ。この前は霧になった狼の話でね。アールドの話だろうか。それと金色の目をした猫と灰色の羽を持った小鳥の話。これは俺とヤンヤンの話。ふふん、あんこの物語はまだまだあるよ。そして今、新たな物語が舞い降りる。今回の物語は勇者メイたちの冒険談。ドキドキの展開がいっぱいで絶対面白いよ。イエーイ、やっぱり冒険探は外さないね。それじゃあ一緒にあんこの物語を楽しんでね。この物語が気に入ったらお兄ちゃんもあんこの物語の国に行けちゃうかもしれないよ。だよね、黒目白目。ねえ、物語の国に行ける、何かの比喩なのかな。ここは聞いてあげるべきだろうか。よかった、じゃあ座って。お兄ちゃんの特等席があるんだ。みんな座ったら物語を始めるよ。OK。 はーい、座って座って、これから物語の国に行くよ。もうとっくに座ってるよ。今日は灰色の小鳥の物語？ううん、違うよ。今日はね、勇者メイたちが願いを叶える物語。物語は夢の力あふれるメイ王国から始まる。言い伝えでは
冥王国の城の最奥には願いを叶える扉があるという。ただしその扉へとたどり着くにはあまたの困難を乗り越えなければならない。それでも願いを叶えるため勇者たちは歩みを進める。旅に出る前、白妖精の銘は勇者たちにこう聞いた。あの扉をくぐれば富も名誉も大切な思い出も手に入るでしょう。あなたは何を願って冒険を始めるのですか？私ならやっぱりお金かな。それでいっぱい星ナゲットを買うの。ふーん、僕は違うよ。名誉が欲しい。みんなが知ってるような有名人になりたい。じゃああなたは英雄が欲するのは富？それとも名誉？どっちね？それが大人の選択ってこと？要するに人の数だけ願いがあり、それぞれの旅路があるということ。そしてとある勇者メイは願いを聞かれこう答えた。富も名誉もいらめえよ。その言葉に妖精のメイは戸惑い、さらにこう問い返す。富も名誉もいらないなら、なぜあの扉に向かうめ？家族に会う、それだけがおいらの願いめ。その願いを聞いて妖精のめは勇者に進むべき道を示した。では小さな勇者たちよ、物語を信じ友達と一緒に目を閉じなさい。そしてその目を開けた時、新たな冒険が始まり、その冒険譚の完成とともにあなたの願いは叶うでしょう。さあ勇者メイとその友人たちよ、目を閉じたら冒険の始まりだよ。